こんにちは、台湾チャンネルです。キャスターの永山秀樹です。大家好，第一台交流频道现在开始啦，我是永山叔。今天节目由只用日语进行，台湾朋友们请见谅。本日もゲストとしまして、在日台湾同協会前会長の大塩先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まず最初なんですけども、我々、大先生もそうなんですが、僕もそうなんですけども、この今この文部科学省は教科書検定ですね、学校教科書で、台湾を中華人民共和国の一部と位置づける記載を強要している、これに反対するこの署名活動をやっておりましてね、署名数もこれから国会請願署名なんですけども、10月の28日都内で、ね、やりまして、街頭でやったわけですね。大勢の人に、この署名していただきましたが、それ見てね、驚く人もいるし、そんなことないでしょうと疑う人もいたり、いろんな反応を見るでね、知らない引き方は結構多いですよね。そうですね、はい、気づかないんですよね、やっぱり みんなも子供の時はそういう教師で学んできたんじゃないですかね。だから台湾中国で何おかしいの、中国に確かにシェアされてないけど、もともと中国なんじゃないのとか、そういうね、そういう誤解ですよね。それもそういった誤解の全て中国のプロパガンダ、そしてそのプロパガンダにを否定し、あえて否定しない、受け入れてしまう、その政府とかマスメディアとかですね、文化人とか、そういった影響もあるわけですけども、その象徴がこの文部科学省の教科書検定であるわけですね。次回は11月19日11時から14時まで、池袋駅前、東京のですね、池袋の東口前で、実施したいと思います。お近く通りかかったら、ぜひ、お立ち寄りください。また一緒にね、台湾のために、台湾のためだけじゃないんです、これは日本のためでもあるんですけど、一緒になってこの中国のプロパガンダ対抗するぞというお気持ちのある方は加わっていただけたら嬉しいですね。はい、それでは、今日の最初の話題はですね、これ、日本時間の11月の6日になるんでしょうか、このバイデン、アメリカのバイデン大統領と中国の習近平主席が、首脳会談を行ったんですよね。これバイデンさんのツイッターなんですけどもね、そしてですね、やっぱりこの中国としては、米中間の最も重要な問題は台湾問題だっていうんですよね。はい、アメリカ側の発表によりますとですね、この周さんはこういうふうに言ったらしいですね、台湾は、台湾の問題は米中関係の中で最大の問題であり最も危険な問題だというわけです。危険というのはどういうことかしら。危険というのはどういうことでしょうね。面白いですね。これからその俺たち中国は台湾をぶん取るのに、アメリカは邪魔するんじゃないと。そうですね、別に台湾何も危険のことやらないのにね。そうですね、自分は危険じゃないですか。そういうことですね。なんかこの、なんか刃物を持った頭のおかしい人にね、警察官を見て俺に近づくと危険だぞって言ってるような。そういうことですね。ですね、でもこういうこともいいんですね、だけど我々実は平和統一の方に向かってるんだよと、と言い方もする。それ今できないから。はい、そういうことです、だから戦争じゃなくてね、平和的に、そうなりますとこの総統選挙、これから親米派と親中派の戦いになるわけですけども、この中国は平和統一のためにまず親中派の政権ができてほしいと望んでるわけですね。そういうわけで中国もまたこの台湾の総統選挙に、このちょっかいを出したがってるわけなんですけども、それは後でお話しします。ただですね、習近平はこういうことも言ったんだそうです。ただ台湾への武力行使の条件というものもいろいろあるよと、そういう話をしたそうなんですね。どんなこの条件があれば、どのようなこの事情があれば武力行使に転じるのか、それちょっとまた後で見てみたいと思います。そしてですね、こういう言い方をしてるんですって。2027年中国が武力侵攻するんじゃないかっていう見方がありますよね。そうですね、アメリカの方がよく出てますね。それから2035年にもそうやるんじゃないかという見方もあります。2027年やるっていうのは、よくこのアメリカ軍とか CIA の長官とか出してますよね。その話によりますと、要するにこの習近平が2027年までに人民解放軍に対してですね、台湾侵攻の力をそれまでに蓄えろと言ったりですね、あるいはその2027年、この習近平3期目の最後の年なんでね、そこで一つこう
祖国統一を果たそうと、まあ、果たしてそこまで思ってるとかね、一生懸命いるかしら、どうでしょうね、まあ、いなくなってほしいと思いますけども、はい、平和のために、うん、まあ、あとちょうどその2027年はその中共の軍隊ができてちょっと100年ということでね、うん、まあ、朝鮮そういう、そういうのね、好きなもんですからね、ちょうど100年だからどうのとかね、うん、まあ、要するに、中共にとっては本当にもう祖国の最終統一、これは何としても果たさなきゃならないと、これ歴史的使命だと中共自身もう言ってますからね、これいつかやるんだと思うんですけども、ちなみに2035年説はですね、まあ、ちょうどこの年中共の方はですね、この年をこの社会主義現代化を達成する年とかですね、それからこの軍隊の現代化を達成する年とか、うん、まあ、目標年なんですよね。だそういうところがもうこの2035年までにやるんじゃないかと、侵略やるんじゃないかという見方もあるわけなんですけども、ただ習近平は、そういった2027、2035年の、台湾侵攻というもの、それは、うん、誰もそんなことを私と話したことないよと、要するにやらないよというようなね、言い方をしているそうです、まあ、中国のね、要人の、うん、その話だから信頼していいのかしら実際その計画があっても言いわけないですよね、うん、そうですねまあ、とても信じられないわけなんですけども、ただそうするとね、やっぱりほら中国やっぱ平和主義じゃないかとかね、やっぱり戦争やる気ないんだよと思いたがる人は日本にもいっぱいいるんだよですね、いますね、先生、はい、こういう言葉でね、そうだそうだっていう人もいるのかもしれませんね、はい、ただね、こういうことも言うんですよね、まあ、アメリカがバイデンはですね、こう言ったそうです、平和と安定を守ることが、まあ、アメリカの立場だと。そしたら習近平はですね、あ、平和はいいことだね、しかしある状況下ではもっと幅広い方法で突き進む必要も出てくるかもしれない、要するに平和以外のやり方もやりますよって、我々放棄しませんよというわけですね。非平和、非平和的ですよね。そうですね、無力だな、はい、うん、要するに中国はですね、うん、台湾有事をやりますよと言ってるわけなんです。我々やらないと言ってないよと言ってるわけです。ところが日本の最後はですね、また慎重派ですね、台湾有事なんか中国やる気ないんだと、アメリカと日本が騒いでるだけだ、煽ってるのは日本側だとかね、うん、台湾有事を煽るってこともよく聞きますけど、ね、煽るってのはよく理解できないねそうですね、うん、この中国の姿勢が台湾有事ともなるわけですね、うん、これちょっと見てください。これ7月6日、王毅さんですね、うん、この中共中央政治局員、まあ、その外交の最高責任者、まあ、今外相にもなってますけどね、これ河野洋平さんが中国行った時にこういう発言をしたそうです、うん、台湾有事は日本有事、あ、これは安倍さんの政府ですね、台湾有事は日本有事と推奨するのはデタラメで危険なことだと。そして日本の各方面は高度に警戒すべきだというわけですね。例えば日本の野党の皆さん、日本のマスコミの皆さん、自民党の動きには高度に警戒しましょうと、安倍晋三のような反中国の政治家に気をつけましょうと、軍拡の動きを阻止しましょうと、そんな呼びかけをですね、河野さんを通じて日本国民に伝えようと中共はするわけですね。はい、まさにこれですよね、台湾有事は日本有事と騒ぎすぎだと、そういうことを言う政治家、それからマスコミ、いかに多いことか。あ、台湾有事は日本有事、これどういう意味かというと、もし中国が台湾を侵攻したら日本も戦域に巻き込まれますよという意味なんですね、はい、そうなる可能性極めて高いんです、なぜならばすぐ隣の国だからですね、台湾は、はい、そういうわけでですね、台湾有事は日本有事、日本が煽ってる、そういった言説に騙されないでほしいと思いますね。繰り返しますが、台湾有事っていうのはですね、習近平が実際に、我々はその平和以外の方法も場合によっては行使しますよというわけです。ではどういう場合に武力侵攻を中国が行うのか。まず一つはですね、これ反国家分裂法ですね、中国のその第8条ちょっと見てほしいんですね。台湾分裂、台独分裂勢力、あ、これは一応です言っておきますね。いや、中国が言う台湾独立というのはですね、中華人民共和国から台湾が分離独立することなんですけども、そういうことを考えている台湾人は一人もいません。なぜならば台湾は中国に支配されてないから。だから中国から台湾が独立するという問題は発生し得ない。ところが中国はですね、台湾は中国の一部というそういう建前上ですね、この中国の統一要求に従わない台湾人勢力を台湾独立分裂勢力と呼んでるだけなんです。これ日本人、これ間違えないでほしいですね。間違ってる人いっぱいいますけどね、マスコミも含めて。
で、まあ、特にこの場合今は民進党のことですね。民進党政権、対独分裂勢力が、まあ、いわゆる民進党と受け取ってもいいと思います。この勢力がいかなる名目いかなる方式であれ台湾を中国から切り離す事実を作り、まあ、作った場合この時はやりますよということですね。それから切り離すってのはおかしいよね。もともと一緒になってないから切り離そうこれあの言い方変えますとですね、うん、中国から の, この統一の要求を拒否する場合そうです、ね、うん、我々はやるよというんです。それから、台湾の中国からの分離をもたらしかねない重大な事変が発生した場合、うん、例えば台湾国内でうーんこのなんだ、内乱とかね、このいろんな騒動が起きた場合、その要するに台湾独立するぞってわわあの独立が騒ぎます。すると、国民党とか外省人がそれ許さないってそれ、まあ、その衝突するとしますね。そういう時そんな事変が発生する時、まあ簡単に言えばそのとこじゃないでしょうか。まあ勝手にね、小津塾もやっちゃうでしょうねはい、それからもう一つこちらですね、うん、または、平和統一の可能性が完全に失われた時ですね。要するに話し合いでのこの統一というものをやりませんよと、うん、こういった時に、まあ、この中国としては、非平和的方式その他必要な措置を講じて国家の主権と領土保全を守ることができるという法律なんですね。随分柔らかい表現ですけどね、これがあの国際社会ですごいこの法律法案の段階で評判悪かったと思うんですから、こういう柔らかい表現にしたんだけど、まあ、要するに簡単に言えばですね、こういった時は我々はこの台湾の分離台湾がどっか行っちゃうのを防ぐために 主権と領土を守るために非平和的方式要するに武力行使をやりますよと、いや我々やることができるんですよと定める法律があるわけです。それではですね、ちょっとこれを見てほしいんですね。もう一回これ見てください、台湾を中国から切り離す事実、もう事実できてるんです。できてるんですよねこれね、どう見てもできてる。そしてじゃあ今後もこういう状態が続くのか、今後も平和統一の可能性が完全に失われた状態が続くのか、もう続いてるんですよ。台湾の 人々はですね、国民と含めて中華人民共和国と統一したいと思っている人はいないんです。だから中国が脅さなければ永遠に台湾はこの中国から切り離した状態を維持することになります。だから平和統一の可能性が完全に失われてるんです今の段階ですね。じゃあなぜその中国が攻めないのか、もちろんそのアメリカがいるから、まあ、まずその台湾を攻め込む軍事的能力がまだ整っていない。そのもちろんそれはそのアメリカの侵攻を防ぐというそういった能力も含まれますけどね、だからやってないだけなんです。ただ平和統一の可能性ないかもしれないけど、でも脅せば、台湾側を脅せば国民党がそれに乗ってくる可能性があるわけなんですね。じゃあもうその我々台湾のために血流すの嫌だから、我々国民党は宗教と仲良くします、我々の命だけは助けてくださいという可能性がある、そういう方に持っていきたい、そういうわけで、この実際ですね、総統選挙のあれを見ていても国民党はとにかくアメリカとばかり仲良くしないで中国とも仲良くしなきゃならないってことを一生懸命言ってますね。民進党に政権を任せたら戦争を起きるぞって、だから国民党に野党に票を入れろと言ってる声がいっぱいありますね。だから中国のこういった脅しに、もう乗っかっちゃってる、抗語しちゃってる政治勢力が実にあるわけですね。だそういう勢力がある限りまだ、この平和統一の可能性は完全に失われていないと位置づけることもできるのかもしれませんが、まあ、いずれにしてもこの国民党だって一緒になるとは言わないわけですよね。国民党も親中ですけども、はい、じゃあその中国の統治を受け入れようということは言えないんでしょう、はい、うん、言えないですね。言ったらもう完全にアウトですよね。アウトですね、うん、本人たちも嫌でしょうね。それはまあバカでなければそのないと思いますけども、まあ、うん、歪んだ心の人はね、うん、強い中国の一部になってなんで思うかもしれないけど、でもそういうのは支持は得られませんね、うん、ないと思いますよ、はい、うん、はい、まあ、そういう状況なんです。そういうわけで、この台湾有事は日本有事、これはですね、日本は戦争したがってんだとかね、この戦争煽ってるんだという言い方をする人いるけど、これ勘違いですからね、うん、中国は先ほども言いましたが、中国共産党は台湾攻略をですね、平等をですね、自分たちの歴史的使命と公言してるんです。その公言した使命を果たせなかった場合、これもう政権の死活にかかってくるわけですね。だから何が何でもやりたい、やるために必死に軍備拡張をやっている、
でいずれはあのアメリカが恐れるように2027年にはそういった能力がもしかしたら軍備されるかもしれないわけですね。でもそれの阻止するには今のように抑止力を維持し強化していかなきゃならない。じゃあ誰が抑止力を維持するのか、もちろん一つは台湾だけど、台湾だけじゃ絶対無理なんです。日本とアメリカ、日米同盟ですよね。そして世界中の民主陣営なんですよ。あの麻生さんがこの間オーストラリア行ってですね、もし台湾が中国の一部になったらこの太平洋艦隊の 役割は消滅しますって言い方したんですね、うん、台湾取られるということはこのインド太平洋、特に西太平洋中国に取られるもんなんですよね、その後アメリカの太平洋艦隊役割は失われるというのはそういうことだと思いますけどね。それぐらい深刻な問題ですから、だから台湾有事は日本有事、この煽るのはやめろというそういう左翼親中派がいたら、こういうものはやっぱり我々は反対しなきゃいけないと思います。そうですね、騙されていけないと思いますね、うん、はい、はい、それでは次なんですけども、先ほどね総統選挙の話しましたけど、はい、今週もこれちょっと最新情報ですね、うん、これ前回引き続き、ビレート電子法世論調査、また私の点でちょっと見てください、この民進党の頼清徳副総統、今度出馬予定ですね。一応ですね、この候補立候補の受付は今月の20日なんですね。20日から24日までの間かな。だからまだ立候補予定者なんですけど、もうほぼ立候補候補者と見てください。そうですね、はい、33.8% の支持率。それで国民党がこの候補者として指定している江遊儀新北市長が 29.9、 で民衆党からはこの主席である柯文哲が出るということで、19.9。 今までこういう柯文哲が江遊儀さんをリードしたんですけどね。そうですね、逆転してますね、うんうん、それでダントツは頼清徳だというのは、これはこの構図は変わっておりません。でそこで郭台銘さん無所属で出る、この人も14日の日にですね、有権者の 1.5% に当たる約29万人の署名を集め、そして14日、この90万票ぐらいの、そうですね、90、結構多いですね、署名が有効だということで、無事立候補の資格を得ました。でこの人が出た場合、この人は 5% なんですけどね、そうすると、それぞれ頼清徳さん 33.1、 ほとんど変わらず、江遊儀さんが 26.5、 少し減ります。柯文哲も 17.3、 少し減ります。なぜならば郭台銘もこの3人は親中派勢力だからですね。そうなんですね、はい、こっちが日米側といった方が日本人は分かりやすいです、はい、これに対でもこの民進党のだけは許せんという勢力があるんです。野党勢力およびその支持者、それがこの国民党民衆党、それからこの郭台銘さん親中派ですね。それでこういうふうに3人がバラバラになってくれれば、あるいは2人がバラバラになってくれれば、頼清徳さんはおそらく勝てるという見るのが妥当ですが、しかし、この反民進党の勢力はですね、何としても民進党だけは許せんというそういう情念が強くありましてですね、そしてこれ一本化というね、この交渉が行われてきたんですね。一本化で、中国もこれを望んでます。民進党は、とにかく一本化でもしてもとにかく民進党から政権を奪えと。で郭台銘が出てきたら、郭台銘邪魔するんだ、中国が怒ってね、多分怒ったんでしょう。でこの郭台銘の本杯 その中国にある拠点、この税務調査を入れたりですねこの土地使用調査を入れたりして、この揺さぶりましたね。そうですね、恫喝しました。はい、恫喝という人らしいですね。 そうですね、それから中国もこの2人が一本化するのを、江さんと柯さん一本化するのを期待している。これは前回もお話ししましたが、その交渉はなかなかうまくいかない。なぜか、なぜならば、お互いに、このやっぱり政党違うから、どっちがですね、その要するにこの総統選挙は、2人でペアで出るんですね。政総と副総統のペアですね。そうですね、どっちが総統で、どっちが総統候補で、どっちが副総統候補なのかで揉めるわけですね、でそれも今まで柯文哲さんの方はですね、それまで柯文哲の方はこの若者の人気があって世論調査で結構リードしたんでね、この世論調査で決めよう、こっちはですね、それじゃ負けちゃうから、いやこの投票で決めようと、なんかいろんなこと投票すると、国民党支持者、国民党員はいっぱいいますからね、だから有利だと思ったんじゃないですか、自分の有利のような、そうですね、でも状況を作りたいんですよね、はい、ところがだから、そういうわけで話がまとまらなかったんですがね、ここに来てですね、この馬英九さん、元総統馬英九さん、
この人がですね急にいやその民主党のように世論調査でやればいいじゃないかと、この馬英九はとにかく合体しろと、そうですね、言ったんですね、うん、これカーブンテスですね、これが高遊戯さんですね、でこれが周立林国民党主席ですね、はい、で15日の日にまた協議やったんですね、この人の中に立ってそれでやることになっちゃった、あの合体することになったんです。で、その条件どういう方向でいくかというと、まあ、条件はカーブンテス の、はいはい、の条件かのようですけども、はい、実は国民党に有利なんですね、中身をみんな分析したら、うん、なるほど、でおそらくもう小遊戯が、うん、その総統候補で株主は副大統領副総統、なるほど、というなんか皆さんそう思ってるね、なるほど、そう見てるんですね、この今日はですね、この収録している今日は11月の16日なんです、うん、で2日後が18日なんですね、この番組が公開されるのは18日になると思いますが、うん、これがこの番組が公開されるてる時はどっちが総統候補どっちが副総統候補決まると思いますね、そうですね、決まってると思います、発表されてると思います、うん、まあ要するにこの世論調査、最近 の、 世論調査、各種世論調査をこの、この調べてですね、どっちが有利かで、有利な方が正総統候補、そうじゃない方が副総統候補で、どうもですね、今こういうさんの方が有利らしいんですね、それからこういうのもあります、この世論調査の数値ですね、両者の数値がもう本当に僅差だった場合は高遊戯さんを正総統候補にして柯文哲さんを副総統候補にするというんですね、うん、だそういう意味で、まあ、そういう意味で妥結したわけですよ ね、 そうですね、妥協したんだ、はい、うん、そういうわけでですね、まあ、18日どうなっているか、まあ、柯文哲さんの民衆と柯文哲さん以外はこの合体一本化反対するらしいんですね、やっぱり悔しいんでしょうね、悔しいでしょうね、はい、でもこれはどういうことなのかなと思いますけどね、うん、もう一つですね、これは十字報の記事なんですけどね、うん、この国民党と民衆党の合体には中国の影響があるんじゃないかと言うんですね、まあその AIT というそのアメリカのその、中台湾大使館があるんですけどね、まあ、というかその出先館があるんですけどね、そこから柯文哲に電話あったそうです、この合体にはこの一本化にはもしかして中国のこの干渉関与があったんじゃないのと聞いてきたという話ですねこの報道によるとですね、この民衆党員も含め多くの人がそう疑っているというんですね、まあこれ実際どうだか分かりません、ただですね、まあ、この僕思うんですけども、うん、これ、まあ、あくまでも想像なんですけどね、今回この一本化っていうのはまあ無理だろうとみんな多くの人は評論家は分析していた、予測していた、ところが最後この逆転的これ成功するわけですね、でこの人が馬英九が急にですね、この要は柯文哲の言うように民衆党この世論調査を決めたらいいんだと言い始めた、それからその後柯文哲が、まあ、民衆党他の人が反対してるのに一本化に賛成した、それを見るとですね、この2人ってのは中国との息がかかっているように見えるんですね、僕の場合はですね、まあそれ実際どうか分かんないけども、だから中国が何としてもこの2人合体しろと、合体させろと、そういった使命を置いて馬英九動き、こちらも、うん、仕方ないと言ったのかもしれない、まあ、僕だけそういうふうに思っているのかなと思ったら、もうニュースになるほど、アメリカ側ですらそういうふうに疑ったということで、まあ、そう思うとですね、台湾の選挙の予測というのはですね、まあ、支持率だとか、その各政党のこの策略とか思いとか、それだけじゃなくて、さらに中国の動きというものも見て、含めて見ないと、分析、予測は難しいのかなと思ったりしました。そしてもう一つ、やっぱり15日、まあ、ほぼ確定、まあ、正式発表じゃないですけども、民進党の頼清徳さん、そのペアとなる副総統候補、蕭美琴さんに決まりました、まあ、確定したということですね、蕭美琴さん、この人、この今、中米大使、ですね、中アメリカの代表ですね、はい、ということなんですね、どうなんでしょうか、この、まあ、この人たちもおそらくこれから発表、ね、ペアとして正式に決まると思うんですけどね。例えばこれから高遊戯柯文哲ペアとこの2人がぶつかるとなったらどうなんでしょうね、まあ副、どうなんでしょうね、馬大さんが勝つじゃないですか、そうですか、まあ、僕もそう思いますよ、
あの支持率からいくとその、民衆党と国民党 の, その支持率が大きくなりますが、はい、また要するに今はその親中と反中の分裂じゃないですよ、うんはい、反民進党と民進党 の, その戦いですね。戦いなんですけども、うんうん、最終的に親中か反中かというふうに決まると思うんですよ。なるほど、うん、要するに今は反民進党人が多いんですよ、うん、民進党本当にだらしなかったん で, なるほど、ね、でそれは仕方がなくその親中と分かりながらも支持を表明したと思いますね、うん、なるほど。で最終的にも中国に寄りますかあるいは反中国ですかというその一票を取る前には、うん、入れる前にはやはり反中でしょと普通は思いますよ、うん、なるほど。台湾人は反中なんですよ。なるほど。だから僕は恋が勝ち目ないと思いますね。あ、そうですか。今数字で単純で足しちゃったら第三はもう大敗しますよね。そうですね。しかし最終的には、はいはい、ごやり親中反中で皆さん決めてくれると思いますよ。なるほど、うん、またこの一本化に反対する国民党員、うん、それから民衆党員もいますよね、うん、そうですね。あの民衆党員の中には国民党だけだと言いますね。そうですね。民衆党特にその、うん、国民党支持者というか反国民党が多いんで、そうですね。それはやはり投票しないか民進党へ行くかどっちでしょう、うん、なるほど、うん、だからそんな単純計算はいかないと思いますよね。なるほど、うん、株ですがやっぱり一本化やめるって可能性もありますよね。うん、どうかな、ないでしょうね。分かりませんけどね。各体名と合体するという方法もここまで来たらないでしょうね。そうですか、うん、サボタージするかもしれませんね。なるほどね、まあ、頑張らないという感じで、うんうんうん、よく分かりませんけどね、まあ、あの人も本当はね、ネッカーの国民党嫌いのはずなんですけどね。そうですね。それ以上民進党が嫌いだとも言ってますけれども、民進党やはりちょっとこの数年間本当に悪かったと思いますよね、うん、ですね、うん、ありがとうございます。いや、まあ、そういうわけで18日この番組が公開された時にはこの国民党のがどういうペアで出馬するか決定すると思いますので、うん、注目したいと思います、はい。それではもう一つですね、あの中国がこの、まあ、先ほどから言っているようにその、まあ、統一する統一すると、うん、で台湾は中国のもんなんだと違うはずなのにそういうことを言う、じゃあその根拠は何なのか、ちょっと、ね、これ日本人みんなあの知らない人が多いんで、まあ、この番組は実は何度もやってるんですけどね、うん、もう一回ちょっと見てみたいと思うんですね。この間あの10月25日その台湾の光復節がありましたね。はいはい、要するに日本が台湾を中国に1945年10月25日返還した。とか昔はあのお休み台湾で祝日でね。そうなんね。今はそうじゃなくてもうみんな忘れてるんですけどね。うんうん、これはちょっとあの、この日は 今や台湾人以上に中共の方が重視するようなんですね。そうですね。プロパガンダとしてね。あの台湾がどこの領土か、これを決めるのは国際法です。中国は国際法上どんな根拠でこの台湾は俺のものと言ってるのか、もう一つ中国は歴史的な史実も根拠に挙げてます。昔台湾は中国、昔から中国のものだ。でもこれ歴史というのは関係ありません。関係ないですね。関係ないですね。おかしい言い方ね、あの日本だってオランダだって台湾統治したことあるんですから、じゃあ俺たちのものだと言えるんですか、うん、言えるわけないじゃないですか。モンゴルは中国は俺のものと言えますよねそうですね、現の国が、ね、そうですね、はいはい。国際法上の根拠ちょっとあの簡単に説明したいと思います。あのこれあの去年中国が発表した中国白書ですね、はい、そこにねここに書いてあるんですよ。まずこの時系列的に書いてあります。どうして台湾が中国の領土になったか。1941年12月9日大東亜戦争勃発しますね。この当時台湾は日本の領土です。なぜならば清国が1895年下関条約に基づいて台湾を日本に永久割譲したからですね、はい、中国もその時は日本の領土と知ってました。とか1941年にですね、この、まあ、中国政府、まあ、中華民国ですけどね、日本に宣戦布告した。そしてそれまで日本との間の条約一切破棄しちゃったと、廃棄しちゃったと。だから下関条約も廃棄だと。そして、台湾と保護諸島はこの中国のものになったと言い方するんですが、まずこれは間違いです。まあ、例えばね、通商条約とかそういうもの、対日通商条約とかは破棄ができますよ。だけどもすでにですね、この条約に基づいて正式に日本に割譲した領土、それで宣戦布告だけで取り戻せるか、戻せるわけないですね、戻すと。そういうことはありえないというのが国際法上の常識です。だからこれは論外としまして、その後なんです。ちょっとこちらをご覧ください。はい、1943年にこの中国、アメリカ、イギリスが、まあ、カイロ宣言というものを発表したと。当時カイロ宣言の名前もないんだけど、
まあ、いずれにしてもそこではですね、日本は中国から盗み取った中国の領土を返還させると、この台湾方向諸島のようにですね、日本が中国から盗んだものを中国に返還させることが我々の目的だと掲げた。別に盗んだわけじゃないですよ。そうですねそして次、1945年7月にですね、中米英がですね、まあ、このポツダム宣言というものを発するんですね。まあ、ソ連もありますで、ポツダム宣言にはですね、回路宣言で決まったことは必ず日本は守んなきゃならない、すぐに書かれている。そしてその同年9月、日本は降伏文書を署名し、そして、ポツダム宣言の、書いてあることを遵守すると約束したんです。ということは、日本は降伏文書でポツダム宣言の規定を守りますといったことは、ポツダム宣言の規定には回路宣言を守りますというのもあるわけだから、だからここで日本は降伏文書で、この署名を通じて、台湾と澎湖諸島を、台湾に、返還、中国に返還することを誓約した。これは事実です。ここまで事実。その後、先ほど言いました1945年10月25日、中華民国政府は台北で、まあ、日本の降伏受け入れ式典をやりましてね、そして、まあ、このここに書いてあるような経緯で、回路宣言、回路宣言の規定を日本は、履行しますという、そういったことが承諾があるもんですから、それによってこの降伏式典で台湾は中華民国に渡されたというんです。これがだから、中国は法律的にも事実的にも台湾を領有したと、取り戻したというわけですね。でその後だ、そういうことで中華民国は この日からですね、台湾は俺たちのものだと領有宣言して、で今日に至るわけですね。でところが1949年中華人民共和国が成立しまして、台湾を含む中国の領土は全部中華人民共和国のものになったんだというのが中華人民共和国の主張です。一方、台湾にいる中華民国は、いやいや、まだこの中華民国は台湾に生きてるぞと、まだ健在だぞ、だから俺たちのもんだと言って、まあ、そういう対立はあるんだけども、少なくとも、この、中華民国も中華人民共和国もこの10月25日を期して、昭和20年1945年の10月25日を期して台湾は中国のものになったというのは共通しているわけですが、実は、そういうわけで、この2つの中国政府、この10月25日というものを重視するんだけども、実はこのいわゆる日本が台湾を返還したということですね、この返還というのは実は嘘なんです。してません。してなくて、日本はこの時まだあくまでも日本がサンフランシスコ講和条約で、この1952年に発効されますが、サンフランシスコ講和条約で台湾を放棄するまで、それまでずっと台湾は日本の領土であり続けたんです。台湾返還することもなく、そのまま放棄しましたわけですね。まあ、まあ、中華民国は内戦で敗れてずっと台湾に座っていたんで、中華民国の台湾統治が続き今日に至っているわけですけど、じゃあどういうことか、10月25日本当にこの日本は台湾を返還したのか、はい、これは台北の公会堂という場所なんですね。この10月25日、まあ、終戦直後ですね、はい、こういう式典が行われました。何の式典かというと、これは日本軍がこの降伏する式典なんですね。ちょっとこれ見てください。日本が降伏した後ですね、マッカーサーがですね、まあ、連合国最高司令官の第1号一般命令第1号というのを発しましてね、うん、それでですね、こういう命令を出したんです。日本軍、まあ、要するに日本本土と南朝鮮の日本軍はアメリカ軍に降伏しなさいと、それからシナ、満州を除くシナ、それから台湾および、北ベトナムの日本軍は、蒋介石に降伏しなさいとあるわけですね。であとは満州とか北朝鮮はソ連軍に降伏しようと書いてあるんですけどね、うん、そういうわけでですね、台湾にいる日本軍は蒋介石が派遣する中華民国軍に降伏することになりました。その結果、このように、まあ、蒋介石の命令を受けた陳毅という大将が中華民国にいるんですが、それに対して、日本の台湾総督兼第10方面軍司令官である
安藤力士大将がここで校訓をするわけです、これがその式典の会場ですね。そしてここに、何やらこう調印をしてますね。これが安藤大将ですね。安藤総督あるいは第十軍の方面司令官安藤大将、はい、この方、ここに署名してます。そしてこの瞬間台湾は中国に返還されたというんですね、はい、そういうふうに言われてます。中華人民共和国もそう思ってるわけです。ではこれは本当に有効なのか、実はこれは無効なんです。デタラメなんです。どういうことか、まず第一に思い出してほしいんです。これは領土返還とかそういうことを取り決める調印式でも何でもない、日本軍が連合国軍に降伏するための式典なんです。これ見てください。これソ連の国旗、アメリカの国旗、これ中華民国の旗、これがイギリスの旗ですね。あくまでも連合国に対する日本側の降伏の式典なんです、そしてこちらをご覧ください。これはですね、これ何に安藤さんは署名させられているのか、これが問題なんですね、これはこの陳儀はですね、中華民国はですね、ここで越権行為に出るんです。その命令書にはですね、これは命令書ですね。この日本語バージョン、なんかもう古めかしくなってますけどね。これ何が書いてるか、ちょっとこちら見てください。こういうふうに書いてるんです。これ原文、日本語原文じゃなくて、これはあくまでも中国語バージョンの方をちょっと日本語に訳しました、これはですね、中国台湾省行政長官公署警備総司令部第1号命令というんですね、これ陳儀が発した命令です。陳儀はですね、行政長官であるとともに、台湾省行政長官であるとともに、台湾省の警備総司令、官でもあったわけですね。彼が安藤大使に下した命令書、こういうことです、中国戦区最高司令官兼中華民国政府主席蒋介石及び華鴎勤総司令の命令及び岡村寧次大将に宛てた各備忘録に従い、本艦及び本艦が指定する部隊及び行政人員は台湾方向列島地区の日本陸海空軍及びその補助部隊の降伏を受け入れるって書いてありますね。降伏を受け入れるって書いてありますね。はい、これ蒋介石の命令なんです。また岡村大将もですね、この蒋介、中華民国の軍隊にの命令に日本軍は従えと、そういうことを命令発してますね。まあそういった経緯があって、この日本、台湾の日本軍は降伏を受けることになりました。ところがここに余計なことを書いてあるんです。それとともに台湾方向列島の領土人民統治権軍政施設及び資産を接収すると書いたんですね。まあこの軍事施設を接収するなら分かるんだけど、この領土と人民と統治権まで接収するという命令なんです。そこで敗戦の将である安藤大将は署名せざるを得ないんです。そういうわけで署名して、この命令書だけでね、領土のこの割譲っていうのはですね、これ国と国の代表がですね、このちゃんと条約調印してなされるものなんですね。ところが日本はこれ今占領中ですからね、条約結ぶ能力ないから、だからこういったものは講和条約で決めるんです、領土の変更とか。ところがこんな紙切れ1枚、命令書1枚でですね、統治権を接収すると書いてあるところでね、分かりましたと、何の領土の処分する権限も何もない単なる行政長官、行政官である安藤さんに署名をさせてるわけですね。こんな有効のであるわけがありません。だから中華民国以外はこんなもの認めてなかったんですね。はい、それが事実であるわけです。これちょっとご覧いただきたいんですけどね、総督府、まあ、安藤さん率いる台湾総督府、この署名を終わった後、まあその資料によりますとこんなふうに書いてます。これはですね、台湾総督府財務整理事務所が書いた、まあこれね、一つの文書ですね。台湾統治終末報告書というのがあるんです。昭和21年1946年、これガリバン沿いのね資料なんですよ。これちょっと映してきました。まあちょっと難しい言葉なんで今風に読みますとね、まあ、これまでの国際慣例によれば日本の領土である台湾の割譲は今後締結されるべき講和条約によって正式に
決まるはずである。そしてそれまでの間は中国の保障占領の下で、あるいは間接統治形式で、まあ、この軍政が施行されるんじゃないかと、そういうふうに我々は日本側は予測していたんだけども、そうならなかったと。で、この命令によって国際法上はこれ正しいのかどうか、まあ、それはともかく中国の一方的宣言をもって台湾の領土人民統治権は10月25日をもって中国側の接収されるところとなったんだと。そして台湾の島は、中国の半島に、まあ、この帰属することになったんだということを書いています。まあ、いわゆる非法占領ですね。そうですね、うん、はい、これ国際法違反じゃないんですか、我々は何も言えないけれど、これ、まあ、そういうあくまでも講和条約結ばれるまではこういうことやっちゃいけないんですかと、 いけないんじゃないのと、そういったことが書かれているわけですね。そういうわけで連合国他の国々はですね、うん、もちろんこのものを認めておりません。蒋介石も実はこれは不法だってことを知ってたんですよね、うん、はい、そういう資料が残ってます、はいはい、だからアメリカイギリスを中心に、この連合国はこのサンフランシスコ条約の条文を変えたわけです。そしてこう見てほしいと思います。日本はですね、台湾及び奉公軍等に対する全ての権利、権限及び請求権を放棄するとあるんですね。要するに統治権は放棄しますと。ここで放置するということはですね、統治権はここまで、主権はここまで、この時まで持っていたということなんです。持ってなかったらこんな条文は書かれません。そういうことですね。そうですね、うん、そういうわけで日本は台湾を中華民国にも中華人民共和国にも渡しておりません。ただこの時点で日本が放棄した時、もうすでに中華民国はもう内戦で敗れた中華民国亡命政権が台湾を支配していたから、だから本来であれば台湾の住民が自分たちの帰属先を決める、独立したければ独立する、そういった自決権を持っていたけども、その自決権を封殺して独裁制支配を国民党はやったわけですね。そうですね、はい、うん、そういうわけで今の中華民国だって、あの中華民国体制、まあ、その蒋介石が中華民国体制はもうこの住民の自決権を否定した外来統治でした。これは不法です。今の中華民国体制だっておかしいんじゃないのという声はいっぱいあります。おかしいですね。憲法はそのままですから。憲法そのままですね。体制は一緒ですね、はい、うん、そういうわけでまず第一に言えること、中華人民共和国の台湾領有の主張、これはフィクションです。まあ、そのいやその中華人民共和国じゃなくて中華民国の問題という意見もある、まあ、それはまた別として、少なくとも中華人民共和国は一切台湾に領有権は持っておりません。根拠はありません。否定されます。だから一つの中国原則というものを世界中に押し付けるけど、こういうものに世界に従っちゃいけない。日本が一番知ってるんですよ。我々はこの台湾を放棄しただけで中国に渡してませんと言えばいいけど、日本政府はそれは言えない。なぜって、そう言ったら中国と大変なことになっちゃうから。教科書にね、教科書に台湾中国を書かせるぐらいビクビクしてるんだから。 それからもう一つ、中華民国の正当性、台湾統治の正当性、これ疑ってしかるべき。でも多くの台湾人はこういう事実を知らされてこなかったし、それから今あまりもう興味ないみたいですかね。もう少し麻痺してるよな。麻痺しちゃってますね、洗脳されちゃって。そうですね。で、洗脳されない人たちが、勇気ある人たちが実は今台湾独立建国運動をやっているわけですね。あるいは国家正常化運動を求めているわけですね。そうですね、先生もそうです、うん、はい。こういうわけでですね、この事実というものは今本当に中国は、台湾は中国のもんだということで、それを口実に中国侵略をしようと、台湾侵略をしようとしているわけですね。これを世界が止めなきゃならないというとき、こういった事実こそ今こそこれ明らかにすべきじゃないかと思うんですね。そうですね、そうですね、何か一言。やはりその中華民国に憲法を一日も早く変えたいというか排除したいなと思います ね、 ですね。その力はあるはずなんですけども、やはりちょっと今一番大きな問題は民進党が台湾その建国のその凍結したということですね。あ、台湾独立をするという目標は以前ありました、はい、凍結した、はい、今台湾独立運動のことを
まあ、潰してますね。潰してますね、はい、非常に残念な結果になってますね、はい、我々本当に肌身で感じてきました。そうですね、はい、だからまあ一つはですね、日本が、まあ、我々は中国に台湾を返還してないということを世界中に言うこと、これすごい大事なんです。これだけで世界中目が覚めます、うん、それからもう一つ、台湾の人々自身が我々はその中国じゃないよ、それから中華民国体制ともおかしいんだよということを、ね、言えば、それは大事ですね。やっぱり中華民国でいいというのはおかしいですよね。そうですね、うん、ありがとうございました。今日は時間となりました。これで失礼します。どうもありがとうございました。